こんにちは、コウスケです。今回は視聴者の方から放置車両の情報を提供いただいたので行ってみました。それではどうぞ。うわ、すごい、むっちゃすごいのおる。ちょっと待って、取れてる今。ちょっと降りるわ。すごい、むっちゃなんか放置されてる車、パクられた車なんか、ちょっと見てみていいですか。コウスケ、なんかパクられたの、放置されてるの分かるね。なんだろう、シビックやんな。ちょっとシビックのシャトル違うわ。なんやろ、ちょっとホンダの車詳しくないんですけど、分かる方よかったらコメントで教えてください。なんかむっちゃ US のかっこいいシビック的なのがいっぱいおったから、ちょっとつい今緊急でなんですけど、めっちゃかっこよくない？でもよう見たらタイヤがなんかこう空気抜けてパンクっていうかされてるんすよ。セントラ、セントラ、日産や。全部かっこいいよ。めっちゃ US のいじり方してるんですよね。なんかでもこういうポーチみたいな感じになってるから、何なんですかね、窃盗されて置いてるんか何のか分かんないんで、もしかしたら被害者の人おったらね、ちょっとかわいそうやから、何やったらコメントで教えてあげてください。めっちゃかっこいい。アキラになって、ホンダの車、アキラって、ほら、ホンダの、US のやつなんですけど、US のナンバープレートついてたり、すごいですね。インテグラと、これもインテグラや、多分。セダンのやつ。友達が乗ってた。わかんないんですけど、かっこいいですね。She says she a baddie, yeah, but I really can't tell. Bad girl, but I doubt it, yeah, 'cause she never seemed real okay. Got a little faded. Then I asked her friends to stick around. They a little jaded. I could tell right away they're from this town. But are you down? Are you down? Are you down? But are you down?Lay it down, okay. I was thinking, okay. I figured you out for a minute. I saw, but you proving me wrong. Gauging the intimate feeling, you into it. Get it, I get it, you wrong. To talk that shit if you think you like me, girl. To walk that shit is a whole nother. 止まってるところもあれなんですよ。これ歩道なんですよね。多分私有地じゃないから、それも相まってなんかなんないのって思って、ちょっとつい緊急で見てしまいました。もしね、これ状況分かる方おったら教えてほしいんですけど、これどういう状況なんですかね。もしパクられた人おったらね、かわいそうやから。持ち主おって置いてるだけやったらあれなんですけど、でもめっちゃこのサイズがほんまに時代を感じてすごいですね。で、このお札のエアフレッシュナーとかめっちゃかっこいい。何なんでしょう、謎は深まる一方です。多分インテグラ、インテグラ、日産、セントラって書いてました。何なんですかね、これ車種もあんま分かんないですけど、インテグラは知ってますっていうのなんで、ちょっと僕一回勉強して、ちゃんと動画の最後に入れとくか、間違ってたら教えてください。公式、はい、ということで、ちょっとね、いろいろ調べてみたんですけど、これがあれですね、セントラ、日産のセントラってやつで、まあ、ここにも書いてるんですけど、あれですね、ニードフォースピードとかでも出てましたね。 US でむっちゃ使われてたやつなんですよね。いや、かっこいいですよね、めっちゃ。なんですけど、ちょっと、あ、ここにも USDM、 やっぱ左ハンドルやし、 US がすごい、US 仕様になってて、むっちゃ状態もかっこいいんですけど、放置されてますね。なんかこういういじり方してる人ってむっちゃかっこいい、おしゃれな感じでね、乗ってる人多かったんで、こういうの見たらかっこいいなってむっちゃ思うんですけど、それだけにね、ちょっとこうなってんのがなんかマニアックな車種やし、むっちゃなんでなんやろってなるんですね。タイヤとかもパンクしちゃってるし、すごいですね。この板金の跡でもむっちゃ
その板金の跡もアメリカンでめっちゃかっこよく見えますよね。ほんでこれですね、こっちがインテグラですね。インテグラの何の型かは分かんないですけど、多分インテグラです。でこれもアキラのやつになってて、あでもほんまにアキラなんかな、アキラのインテグラでかっこいいですね。左ハンドルやから多分、ちょっと僕は詳しくないんですけど、詳しい方おったらコメントで教えてください。詳しい方おったらコメントで教えてください。いやかっこいいです。内装もむっちゃ綺麗ですよね。ちょっと欲しいぐらいの状態なんですけど、こんな感じです。あここすごいですね。こんな感じでテールライトにフィンついてたんですね。すげえ。こうやってリアもスムージングされててめっちゃかっこいいですね。もったいないですね。なんか放置されてるんやったら、置いてるんやったらあれかもしれないですけど、放置されてたらちょっともったいないんで、なんか気になりますね。いらんかったら欲しいもんですけどね。でこれがこれシビックでしたね。シビックのフェリオかな、ちょっと詳しくないんで、あの違ったらすいません。フェリオもこれもむっちゃかっこいいですね。なんかこの状態が余計 US 感あってかっこいいですね。これもこれは右ハンドルですね。だからちょっと何のやつかわかんないんですけど、シビックです。いいですね。ちょっとヒップホップの内装がちゃんとあって、ヒップホップ要素があってめっちゃかっこいいですね。3台ともこの US の、US でむっちゃ2コアっていうか、もう本気の人がやってるいじり方やから、なんかかっこいいし、余計なんか愛情ある状態になってるのに放置されてるんで、もしかしたらパクられちゃったやつなんかなって思うんで、ちょっと心配ですね。インテグラむっちゃいいですね。何なんでしょうこの状態は。また分かる方おったらコメントで教えてください。このシビックもすごいですね。こうやってコーナーのところが、これ多分 UK レンズかなんかにか US に変わってますね。ここのところね、すごいですね。でホイールとって感じで、ホイールとモールとかもねついてて、なんかもったいないですね。ここにもちゃんとシビックって書いてますね。うわー、なんかええ音しそうですね。っていう感じでした。なので放置車両をちょこちょこ見つけたんで、またそういったところも、あの被害者の人おったらあれなんで、持ち主の人おったら言ってください。違うんかな、分からん。何着地をちょっと今考えると、とりあえず緊急で乗ったんで分かんないですけど、っていうのがありました。ありがとうございました。一旦速報は以上です。ありがとうございました。おすげえ、ワイルドスピードやん、むっちゃ。あ、そうです。あ、はじめまして。お邪魔します。今回も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録やインスタフォローいつもありがとうございます。次回は、改造車のむちゃくちゃ集まる集会に行ってきたので、それをお届けしようと思いますので、ぜひ、チャンネル登録とかしながらご期待ください。もうありがとうございます。おやすみなさい。かっこいいですね。あ、ゲン君もおるんですね。あとはどう、ギアマルのキャップに。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますので、ぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなって思ったら次頑張るんで、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。